えー、皆さんおはようございますす憲法入門の入門門のの回目です、えー、今日は前回に引き継ぎまして包括的基本権の,もの,その2番目の項目である法のもとの平等ですね、えー、これについていくつかのテーマについてお話していきたいと思いますそれでは始めます、えー、まず「あ 法のもとの平等ではまあ4番目ということで4になっていますが14条講談の列挙自由の意味ということでえここで再度あの14条を見てみたいと思います14条にはこう書いてあるんですねすべて国民は法のもとの平等であって人種、信条・性別、社会的身分もまたは文地によりね人種、信条・性別、社会的身分または文知により 政治的経済的または社会的関係において差別されないとでちょっとこの個別の意味をですね一応確認しておきたいと思います後ほどもうちょっとふれ深く触れる場面があると思いますけどねまず人種ですがこれはあの人類学的な種類を言うんですね、えー、ですからあの外国人を日本人と異なる扱いはですね 国籍による区別であって、いいですか。外国人を日本人と異なる扱いにするのは国籍による区別であって、人種による区別ではないということになります。いいですか。ここちょっと勘違いしないでくださいね。人種だということです。だから、信条ですね。これは宗教的信,教信仰ね。何々宗例えばキリスト教だとか仏教だとか、まあいろいろあるわけですけど、宗教的信仰の他に、 思想上、政治上の主義も含むと解釈されています。いいですね、えー。何々主義者ってやつですね。だから、性別。これはまあ男女の別ですね。これは分かると思います。で文地これは一回説明しましたが、家柄のことですね。家柄のことを言います。ちょっと独特の表現ですよね。それから、社会的身分。これがちょっと分かりにくいんですが、判例はですね、こんな言い方してます。 人が社会において占める継続的な地位、ね。人が社会において占める継続的な地位というのが判例です。ですけど、これでちょっと分かりにくいということで、もう少し具体的に挙げるために、人が社会,におけるして社会において継続して占める地位で、自分の力ではそれから脱却できず、それについて、事実上ある種の社会的評価を伴っているものという説も有力です。 でこれはですね、あのーえー、昔ですよいやい今もそういう表現すかあるでしょうけど、あのー、親が違う子供ねを諸子と言ったんですよねでこれって、あのー、子供にとってはどうしようもないじゃないですか子供を親は選べないわけですよねですから それをそういう形で差別するのはどうかなというようなことで議論になった時に、えー、これはまさにはですねあの人が社会において継続して占めている地位でもあるしこれは自分の力でそれから脱却できるわけじゃないんですよね。えー、でそれについて事実上ある種の社会的評価、まあうん、そういうものがあったということでね、えーまあ、そんなような説も有力だということです。 私はあのこの説に賛成ですね。あの非常に具体的なイメージがはっきりわかりますね。で、この点についてですね、あのまあいくつか列挙されているわけですが、これがあの限定列挙なのかレジ列挙なのかについては争いがあります。 でこれは圧倒的通説判例は0時列強だとここに書いてあるのはあくまで0時だとでそれ以外にも差別自由というのはあるんだと、ね、それも、えー、憲法に反するんだというふうに言っていますで限定列挙と考えますとね他の理由による差別が許されることになります例えばですねこれそれ自体はですね憲法が明文で別の条文でですね禁止していますが選挙権でね 財産またはは収入でで差別していいけないわけなわすよね。また江ととかです、ね、血液型とかですね出身権などで国が国民を差別的に扱うことで許されるわけはないわけですねえですからあくまで例事列挙であってあのそれにも差別理由っていうのはのいろいろありますよということですねえちなみに私はの個人情報ですが大型ですけど一説によるとですよ 一説によると、大型は大雑把な性格だそうです。だったら、緻密な仕事に向かないということで、公務員の受験が資格がないなんていう法律ができたらですよ。大型には公務員受験資格がありませんなんて資格が、法律ができたら、いくらその、所労ですね、これから公務員になる可能性が、可能性はありませんけど、ほぼね、99%、はありませんが、怒ってしまうと思いますね、これは。 うん、まあ言ってみればそういうことです。えそういうことは許されませんよということですね。えー、ただしですね、0時列挙説に立った上でですね、通説は公団列挙自由に特別な意味を認めます。で、この説は普通のようなことを主張します。人種、性別、社会的身分、文知は、 生まれながらに決まっている条件で、自分の力ではそれから逃れることができません。そうですね、人種、性別、社会的、さっきさっき社会的意味のことは言いました、文ね。これはあのうー、生まれながらに決まっているので、自分の努力ではどうしようもないわけですよね。それから、信条というのはですね、これはあの民主主義、日本の、ね、政治を支える民主主義の基本に関わるものとして、 絶対的にその自由が保障されるべきものなんですね。いいですか、どんな思想を持った方がですね。そういう意味ではその非常に大事なあことなんですね。これによって差別を受けない,受けないということなんですね。だでまた、これらの自由については、歴史的に見て不合理な差別が行われた事実が厳然として,し,しての事実があります。要するに、歴史的にはこういう、ねえー、人種以下ね、 えー、性別社会的身分文地また思想心情ねこれによって、えー、差別された事件がたくさんあってあー非常に悲惨なことを生んだという厳然な事実があったわけですね。ですから14条1項公団を列挙しよを理由として国の区別的な取り扱いね 一見合理性がありそうな区別的取り扱いも基本的には禁止されるというふうに考えるんです。いいですか。もう大前提として禁止だと。ですから、14条1項講談は特別な意味を持つと考えるんですねで。そこからの意見審査においてもですね、この自由による差別は厳しく審査しようという結,果結論になるわけです。いいですか。なんかね、えー、まあ、 一応、区別をしている、差別と区別の違いについて、この前ちょっとお話し,しましたけど、一応区別をして合理性がありそうなことであっても、ですねこの講談列挙自由による夜区別は、ですねちょっと厳密にね、意見かどうかを審査するというようなあ結論を持ってくるわけですね、この説はですね。まあ、これが、まあ、今、通説かなと思いますけどね。 まあそれななりに合理的な理的由のある説だと思いますそれからあの積極的差別解消措置アファーマティブアクションということがよく言われますでこれはですね積極的差別解消措置というのはですね歴史的に差別を受けてきたグループ 特にですね人種差別や男女差別によるそこにおける女性ですね、えー、に対して、えー、大学の入学の際やそれから雇用雇いでですねなどについて、えー、特別枠を設けて優先的な処遇を与える措置のことを言います例えばですねある会社の新入社員採用では男性のみを採用して女性を採用してこなかったと。 しますそこでですね、そのいう状態はやっぱり問題だということで、それを早く解消するために、女性についてだけ特別枠を設けて、その枠に達するまでは、女性を男性よりも優先して採用したとします。つまり、例えば、100名,100名採用するとしたら、女性をま,やまず70名優先的に採用しましょうと、残り30名を男性からやりましょうと。 ね、だから結果的にはです、ね、採用試験をやったとしてもです、ね、女,性女性の合格点が低くなる可能性は大いにあるわけですねこういう場合ねそれでもいいんじゃないかというようなことですよねでこうした措置を積極的差別解消措置と言いますでこうした措置はですねえ平等のための差別 最終的には平等にするための途中経過としての差別だと言われていまして実的に平等を実現するものとして評価されていますところがですねこれを行き過ぎてしまうとですねマジョリティに対する差別と今度はその、えー、マイノリティに対する差別を解消することが今度はマジョリティに対する差別ということで逆差別になりない。 な,れな,いなりかねないことに注意が必要です。でさっきの例で言えばですよ、えー、女性がいくら足りないからといって100名採用、全部100名女性ですと言われたら、男性は行き場がなくなっちゃうわけですね。これはどう見ても今度逆差別ですよね。ということでなりかんねないので、そこら辺は留意が必要です。ねやっぱりそのバランスっていうかね、そういうものが必要ことです。で そういう意味で逆差別とは言えない限りには積極的差別解消措置は平等を回復し実態に応ずる合理的な平等を実現するものとして、えー、容認されていると思います。ねまあ、最近もね、あのー、女性を優先的に管理職とか,とかね、えーいや、残念ながらせ政治家でそれが実現されるのが非常にあれですけどね。 まあ確かにねあの、政治は憲法上の要請でね、えー、男女のね、比率を決めるなんてことは、やっぱり基本的にはできないと思いますけど、これはやっぱり政党の努力しかないんですね。政党はあの、これはあの、えー、法律上はですね、単なる私的クラブですからね、いいですか、政党は政党助成金というのは確かにもらってますけど、 基本的に指摘クラブですからその,その中でどういうルールを作ってですね運用するかというのは基本は自由ですからねですから、えー、今回の選挙では女性候補者を男性候補者の倍にするとかです、ね、それからの比例の、ねえー、枠の中では女性を優先して上に上げるとかですねそういうことをやるのは可能なわけですよ。 あのやろうと思えばできるんですよね。やろうと思えばできるんです。それをやるかどうかっていうのはね、その政党の、その、こういった問題に対する、その、考え方の違いが現れてくるわけですね。いや、どちらがいいとか言ってるわけじゃないですよ。例えば、それはいくらね、80歳なろうが、90歳なろうが、政治参加はね、年齢には関係ありませんから、男性の小参議院はやっぱりね、ずっと優先するんだと。 いう考え方がね、絶対に間違ってるというふうには言うわけではありませんけど、まあ、そういうところでは、やっぱりどうしても女性っていうのは進出し,しにくくなりますよね。まあそういうことですよ。あそのことを説明したくて、えー、今の結果を説明したっていう意味じゃなくてですね、要するに、えー、国会議員なんかの場合は、やっぱりそこの政党がどう考えるかというのが非常に重要だということですね。 ここでちょっと樋口先生のお考えをちょっとご紹介しますが結果の平等を本当に貫徹しようとすれば公私の領域にわたって国家権力が全面的に介入することを想定せざるを得ずそのようにして確保される平等と自由の間はあま,あまりに均衡を失するものとなるだろうからである。 ここでは問題の精績に即した均衡ある解決を求める努力が一つ。うん、ということですよね。要するに、結果の平等っていうのはあれなんですよね。えー、要するに、えーな、まあ、皮肉って言えばですね、結果の平等っていうのは、努力しようがしまいがですよ。結果はみんな同じだと、ね、いうことですから、あの、やっぱり相当ね、この結果の平等についてはですね、 慎重に考えなきゃいかんということだというふうに思うんですがそこのところをですねよく考えられた方がいいと思います、ね。やっぱり人間っていうのはあのいや全て努力すれば必ずねえ結果が生まれるなんてことをそんなあすいませんちょっとあのあ 音声が途中切れたかもしれません。ちょっとお許しください。で、次にあの6番目に14条講談列挙事務について、もうちょっと詳しくですね、えー、説明したい箇所が何個かありますんで、えー、ちょっとくどいようですが、繰り返しもちょっと踏みますが、ちょっと聞いてください。でまず人種なんですけど、 黒人であることや、黄色人種であることなどを理由にして差別してはならないという意味ですね。で、人種差別というのはですね。アメリカの黒人差別問題に見られるように、えー、時としてはですね。非常に深刻な政治的社会的な争いの原因になってきたという歴史的事実があるわけですね。 ですから、人種による差別っていうのは絶対禁止です。これ、やっちゃ絶対、やっちゃいけない絶対禁止の差別です。それから、二番目、信条ですね。えー、この心情には宗教上の心情にとどまらず、広く思想上、政治上の主義を含むと解されていますんで、ん、非常に問題になりやすいです、これは。ね。えー 直接はね、憲法上の問題にはならないですけど、民間なんかでもよくね、こういう差別というか、ね、いうのは多い、多く行われてますしね、それによる対立もあるわけです。それを政治の世界には持ち込んじゃいけませんよということですね。国がそれを持ち込んではいけませんよと、ね。国との関係でそれを持ち込んじゃいけませんよということは、非常に重要なことですね。いや、意見の対立があってですね、 それは国会で議論されることが大いに結構なんですよ。大いに結構だけどあ、それによってですね、えー、その議員のさんの、まあ、職業を変えるとかですね、それを応援している人のに対して、なんか国が圧力をかけるとかね、えー、そういうことはしちゃいけませんよということですね。次に、確保3、性別。この、性別なんですが、女性が差別されてきたということはですね、これまた厳然たる歴史的事実ですよね、これはね。これは あのいや、差別されてこなかったなんてことを言う人はほとんどいないと思いますね。中にたまに国会議員の、ね、女性の先生でそういうことがいいい言われる方がいらっしゃるんですが、うん、何も申し訳ありません。何人もそこまで男性に迎合することはないんじゃないかなという感じがしますけどね、ちょっとお気の毒な気もしますこれは私のちょっとした皮肉です。えー、政治参加ね。 いわゆる今言いましたように参政権における差別それから雇用機会における差別ねそれから夫婦生活における女性差別がありましたねでそもそも日本で婦人参政権が認められたのはですね憲法改正のところでもや憲法のね新憲法の成立のところでも言いましたけども 第二次対戦後のことなんですね。で雇用機会においても男性社員に非し女性社員は募集しないとかですねまた形の上で募集だけしておいてですね採用しない,、えー、いやですねだから賃金証でですね男女別などで労働条件で差別が日常茶飯事でした、うん。確かに昔の大昔の賃金予報にはですね、えー 男子の賃金表と女子の賃金表が分かれているなんてこともあったわけですね。でそれから夫婦生活においてもですね不貞行為、これは浮気することです、ね、は、これはじ実は女性のみがですね刑法上に罪に問われたんですね。これ貫通罪と言います。これはあの、えー、今の憲法の前の話ですよ。貫通罪。男性はいかったです。 男性,はね、で男性には何の罪も問われないわけです。ね、浮気はお男の解消だなんていう話を聞いたことがありますけど、まあ、あんな感覚だったわけですね、要するにねそ。そんな差別が歴然としてありました。それから民事上でもですね、実はあの戦前にはですね妻は行為無能力者とされていました。で行為無能力者ののはこの 民法の中に出てくるんですけどね、行為能力っていうのは、単独でいろんな法律的な行為ね、契約だとか何かをする、土地売ったりね、ね、えー、大事なものを買ったりというようなことをですね、えー、する行為のことを、まあ、えー、ができるのを行為能力というんですが、妻はそういう意味では行為無能力ですよと、単独でそういうことはできませんよというふうにされたんですね。<laughs> まひどい扱いですよ。しかしこれ、えー、しかし今日これらの女性差別は条約や法律改正などで大幅に是正されています。ただしですね、法律の理念とは異なり、実態はですね、まだまだ改善すべき点が多いというのも事実ですね。それはあの日常生活で感じることですよね。ねちなみにあの、当、の当、と うちで私の家ではですね圧倒的に女性優位ですからこういうことはありませんけどねえここは余計な話ですでここで判例を1つ紹介しますえ女子再婚禁止期間事件というのがありますえー、でこれもうちょっとねやっぱり民法の知識がないとなかなか難しいんですけどまず前提知識として 改正前、今の民法じゃないですよ。改正前の民法733条には、女性は離婚や婚結婚取り消しから6か月を経た後でなければ再婚できないという規定があったんですね。いいですか。これ何かというと、お要するに、生まれた子供は誰の子かということを、 に伴う争いを避けるためにですね女性が離婚や婚姻取り消しからすぐね結婚しちゃうと前の夫の子か後の夫の子か分からなくなるんで6ヶ月を経た後でなければ再婚できないという規定があったんですで事案の概要なんですが富山県に住む女性は全部の家庭内暴力が原因で 2008年、平成20年に離婚をしたんですね。で、ご婚との再婚は、離婚届から6ヶ月後まで待たざるを得なかったために、え望、ー、んだ時期に再婚できなかった。望んだってちょっとごめんなさいね。望み,みの方ですね。望んだ時期に再婚でき、好きな時に再婚できなかったと。で、女性が民法の再婚禁止期間があるため、 結婚が遅れ精神的決を受けたともう民法の規定は女性にのみ再婚禁止期間を設けているもので憲法14条1項及び24条2項に違反する要するに平等原則に反するだろうということで日本国政府に165万円を求めて提訴したという事件です。で 半紙はどういったかというと、民法733条1項の規定のうち、ねえー、さっきの規定のうち、まあ、6ヶ月と言ったんですが、えー、6ヶ月というと、どうでしょう、日数日とけ0六 30×60、180日ですよね。でその規定のうち 100日の、ね、再婚禁止期間を設ける部分は憲法14条1項、24条1項に,2項に違反しないと言って100日までは貢献だと言ったんですね。で、民法733条1項の規定のうち,うち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は平成20年当時において憲法14条1項、24条2項に違反するに至っていたと。ね、いうふうに言って で以下はちょっと細かいことなんですが一応読み下しますと法律の規定が憲法上保障されまたは保護されている権利利益を合理的な理由なくいいですか合理的な理由なく制約するものでとして憲法の規定,に規定に違反するものであることが明白である場合にも,にもかかわらず国会が 正当な理由なく長期にわたってその開敗等の立法措置を怠る場合などにおいては国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対しておう職務上の法的義務に違反したものとして例外的にその立法不作為は国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるこれどういうことかというとですね実はあの これは行政法をやらなきゃまた分からないんですけどねあの、国家賠償法というのがあって、いわゆる公務員がね、民法でいうところの不法行為的なこと、要するにね、えー、やった場合、ねえー、人に損害を与えた場合ですね、それは、その時には国家が賠償しますよとね、ね国家が賠償するっていうあれがあるんですが、 そ,そこで、まあ、当然のことは違法なことでなければね賠償せずではないわけですからあそういうことを受けることがあると。で、えー、そういう前提で読んでいただきたいんですが平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置を取れなかったことは同条項の,の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が 合理性を確認に至ったのが、えー。昭和22年民法改正後のですね。医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるもので。あり、何言ってるかあります。要するに昭和22年民法改正をしたんだけど、それ以後にね。医療の発達でそのまあ、誰の子供か？ 分か,る分かるようになってきたとかです、ね、うんそういうようなその科学技術の発達や社会状況ねまあこれはちょっと何のことが言いたいのかは皆さんは察しやすくと思うんですが要するに離婚してもねすぐ再婚するようなね、えー、そういうような言い悪いじゃないですよ言い悪いじゃなくて。 制度を届くみたいなものが出てきたということだと思うんですよねでかっこさんとしてその後も <coughs> 上記部分について違憲の問題が所属との司法判断がなされてこなかったね。意見意見だということを司法判断裁判所は判断してこなかった <coughs> なぜの反死の事情のもとでは 上記部分が違憲であることが国会によっ,って明白だったということは困難であり、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではないと。<coughs> 要するに何を言っているかというと、その100日を超える確かにさ100日を超えて再婚禁止期間になっている部分はあのー、違反ですよと、ね。憲法違反です。でだけど それを、ね、修正しなかった国会の行為は、まあ、今言いましたことのような諸般の事情を変えるとねその、えー、国会にとってね、その100日を超えることがいけんだよと、ね、いうことが明白だったということまでは言えないんで、損害賠償という問題にまではいかないでしょうということを言ってるんですね。 えー、なかなかですね裁判所はこの国家賠償というのを認めないですよね。これを認めちゃうと、ですねいろんなことで税金が使われますからね。ただ、この前なんかちょっとした事件でね、はいそれは私、国家の全部の責任ですなんてことでね、えー、認諾っていうのがあって、ですね社会的にちょっと問題になりましたけどね。 あれも私はちょっと問題だと思いますけど、まあ、あれ自体は逆に問題だと思いますけどね、ええ国家賠償法でその、まあ、いろんなね、政治上の責任を、うん、お金で解決するというやり方ですね、これは、これ自体はちょっと、まあ、裁判所は消極的、一般的には消極的という感じがします。 で実はですねこれ、藩士を読んだだけではですねよくわからないと思います。で憲法の判例はですね法律などの合憲、違憲を判断するものでいつも言いますけどね、えー、法律などが合憲か違憲かを判断するものですから前提として当該の法律の理解が必要なことが多いんですね。 でこの判例などはま,あまさにその典型例だと思います。親子関係でもですね母子の関係母と子供の関係はあ分娩の事実から明らかなんですね。ね子供の場合はね親父親と子供の関係はなかなか難しいですけどあ母子の関係はですね分娩要するに,要するに、ね、お腹が大きくなってきてですね 陣、えー、痛が始まって、まあ、分娩するということからいってです、ね、明らかですねこの、えー、子供と母親というのはですね、えー、親子だということは明らかですでも父子関係は深くてですので民法は一応推定規定を置いているんですね誰の子供かということですねで着室の筋の推定着室というのはう その男性のと女性の間で生まれた子供だということがはっきりするということのそれの推定という意味ですねそれについて <coughs> 民法第772条には妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定するとなっているんです、ね、妻と男性が婚姻中に解体したですよ、ね、妊娠した子はあ夫の子とを推定します、ね 推定するんですよ。ですから、証拠を、反証出されたら、これ、えー、が覆りますからね。見なすじゃありませんよ。推定する。だから、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に解体しているものと推定する。だから、うん 婚姻の成立の日から200日、200日以後に生まれた子だとかですね、それから婚姻の解消もしくは取り消し、要するに離婚だとかの場合ですね、その日から300日以内に生まれた子っていうのは、婚姻中に解体したものと推定するということですから、二重に推定されて、要するに一行、えー、に戻すとですね、えー、夫の子その、その夫の子と推定されるということになるわけです。 でこの規定から見ますとですね、離婚して即日女性が他の男性と再婚をしますと、100日推定の重複が生じてしまう。いいですか。離婚して即日女性が他の男性と再婚するとですね、100日推定の重複が生じてしまう。これよく考えてくださいね。えすなわち、どちらの男性の子がす、 国は推定定が確定しないといとうことになりますこの推定を避けるために、えー、改正前民法は女性だけにですね、女性だけに6ヶ月の再婚禁止期間を置いていたのです。ね、で要するに女性の子であるということは明らかですからね、男性の方が問題なん,なんで、その、その男性との婚姻ということをですね、 再婚禁止期間といいうのを置いてたわけで,すでも100日しか彫刻しないんだから禁止期間の100日超過部分は違憲だというふうに判断したのがこの判例ということです。でなお同様のことが争われた判例がです、ね、過去にありましてそれでは民法の規定は女性が解体した場合にその子が前夫の子かそれとも後婦の あと、ね、後のワットの効果をはっきりと確定させるためであるので合理的な推定である女性にのみ再婚禁止化を設ける民法の規定は憲法14条の法の下の平等に反,する反しないとしていたわけですねでそれをもうその判例が変えられたということですねえー、以上ですね今日の話は終わりたいと思います でまあ、最後いつもの読書感想文ですが、えー、今日はですね、えー、マルクス・アウレリウスですね、えー、ここではアウレリウスとなってますがの不動心、ね、について説明していと思います、えー、最近じゃあこ,れこの不動心もだいぶ前に読んで最近ちょっとね、えー、ちらっと見てみたらいろいろなところにアンダーラインが引いてありました えー、実はあの哲学音痴の私ですが、ま、あ私、昔はね、どちらかというと、まあ、ちょっとね、あのー、日本の、あの、日本のというか、まあ、釈迦、釈迦なんかには興味があってですね、いろいろ読んだんですが、あのー、どうも西洋哲学について音痴の私ですが、あの、ストア派の哲学だけはですね、えー、ストア、あの、あと、あの。 ゼノンという人はね、えー、最初に言った話だということですが、ストア派の哲学者は以前からなぜかですねしっくりとくるものがあります。で、おそらく私のですね。理解不足からくるんでしょうが、ストア派の哲学者は要するに難しい理屈を述べずに、人生論の核心をついてくるからだと思います。 哲学をちょっとやられたことがある方はお分かりだと思うんですがよくねその存在論だとかですね認識論だとかですね非常になんか難しい私にとっては非常に難しい言葉が出てくるんですがまあ人生論はねやっぱり私もそれなりに人生やってますからああ,あいいなこの考え方とかですね ああそういういことを確かに反省しなきゃいけないなとかいうようなことでですね、えー、確信をついいてくる方だと思います、えー、ですからねあのー、あこれ余計な話ですけど、うん、私も最近この数年ちょっと哲学を勉強する機会が多いんですけどね是非ね、えー、ス,トアストア派あたりから入るとですね哲学が好きになると思いますよ。 それとか、そうですね、えー、え、とにかくその、難しい認識論だとか、存在論だとかね、そういうことを説くと、哲学者から入るとですね、えー、例で哲学って難しいなというふうに思ってですね、ちょっと嫌気がさせちゃうか、まあ、頭の言い方は違うかもしれませんけどね、えー、という感じがしますんで、ぜひ哲学に入る、最初にやるなら、まあ、ストアの哲学がいいんじゃないかなというふうに思いますけど、これは,は私の、 個人的感想ですで。で、この不動心の中にはですね、やたら私が昔いたアンダーラインが目立つんですが、その中の一節を紹介します。一つはですね、法律や正義、優しさや謙虚さなどと同様に、褒め称えられたから輝きを増したり、けなされたから台無しになるということはないのだと。 これ、私なりの解釈ですけどね。要するに、他人から褒められたからとかですね、えー、他人から非難されたかとかですね、そういうことによって輝きを増すもんじゃないんだ、ね。基本的にやっぱり、えー自己、自己でその自分を肯定できるかどうかというところに、 価値があるんんだととといいいいいううことを言いたいんじゃないかなかううに簡単に言うとですね言いたいんじゃないかと思います。で似たようなことかもしれませんが何を尊くべきか白紙・喝采を受けることかね何を尊くべきか白紙・拡大を受けることを尊くべきかといやそうじゃないだろうそうではないとまして商船の言葉を受けることでもないと私の考えによれば 活動している時も小休止している時も自分の本性の持つ目的を果たしていくことであるね。やっぱり自分が自分,自分本,本人がですね持っている、えー、本質的なねなんか目的みたいなものを果たしていくということにいい価値があるんだということですね。 で最後これアブレらしいし、あのストアらしいと思うんですが人間の真の喜びは果たすべき定められた仕事を果たすところにあると人間は作られたのだ同胞に親切にし感覚的衝動を超越し、ね、外観と内実を区別し宇宙の自然とその仕事について学び続けるために って書いてあるんですね。最初のまあ、後半はねあのストアの哲学の考え方の基本だと思うんですけど人間の真の喜びは果たすべき定められた仕事を果たすところにある。ね。うん。これまあこのマルクス・アウレリ,リスっていというのはローマの御検定といわれてね優れたあの、えー、皇帝が5代続いた時の最後の皇帝。 なんですね、だから皇帝ですから大変な仕事ですよね。大変な仕事でありその中でまあ哲学的な思想、まあ、まさに、えー、哲学者であったわけですからあーいろいろね悩みながら考えながら仕事をされたんだと思うんですけどその中で人間の真の喜びは果たすべき定められた仕事を果たすことにあるとね。ね いうこと要するに決して暇だった人じゃないんですよ毎日ね忙しかった、えー、当時の皇帝ってのは戦争することも仕事ですからね、えー、そんな中でその果たすべき定められた仕事を果たすことうということがあの真の喜びだというのことを言ってますまあね、あのー、私もそう思いますねいくらなんか 仙人のように山にこもってね人生とはとかでね存在とはですね何かとかいうふうに考えるのもいい,い,いと思いますよそ,それがあの性に合ってる方にはいいと思いますけど私は性に合いませんねやっぱり毎日それなりにねやるべきことを思ってそのやるべきことの中でね何かを考えつつやっていくということに生きがいをやっぱり感じますけどね,ね やるべきことだからといって淡々とこなすことに意義があるというふうには私は思いませんけど、やるべきことについて、それについて、えー、それをテーマにして、えー、考えていくというかね、いうことに喜びを私は感じますけどね。えー、という意味です、えー。すみません。今日も最後はですね、少し、えーえー、言い過ぎたかもしれませんがあ、ご清聴ありがとうございました。 グッドボタンのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは終わります。途中すいません。今日はあの、えー、えー、ね、まだ、まだ慣れてないのかな。ちょっと操作ミスがありまして、お許しください。